はい、こんにちは。今日ね、久々にデミオンちょっとね、いじります。まあ、いじるっていうほどのものじゃないんだけど、ちょっとね、部品くっつけたいなと思います。で、今日なんですけど、このね、フロントにリップつけたいなと思って、なんかフロント周りちょっと寂しい感じがするんで、リップつけようと思うんですけど、結構ね、リップって高いんですよ、意外と。ということで、買いました。じゃじゃん。なんだこれ。これね、貼るだけのやつ。ね、ペタッと下に貼るだけのリップなんですけど、なんかこの柔らかいやつね。あのね、結構ね、こういうのってね、日本でも売ってるんですよね。7000円ぐらいするのかな。これね、海外通販で、2000円ぐらい。ね、まあ、7000円とか8000円払うんだったら、ちゃんとした純正のリップとか買った方がいいかなとかね。思って、なんか、まあ、とりあえず2000円ぐらいだし、一回ちょっとつけてみようかなということで、今日はね、お試しな感覚で、ちょっとつけてみたいなと思います。作業はね、貼るだけなんで、すぐ終わっちゃいます。まずね、接着面はしっかりと、パーツクリーナーとかで出ししていきましょう。はい、ということでね、作業時間15分ぐらいかな。とりあえずね、リップつきました。まあ、ゆっくりね、ちゃんと R のとことか確認しながら確実につけていけば、難しい作業ではないと思います。結構ね、雰囲気変わったでしょ？なんか、ね、こう、ついてるね。はい。まあ、これ本当両面でくっついてるだけなんで、まあ、心配な人はここでちょっとタッピングスクリュー打ったりとかしてね、確実に固定していったらいいんじゃないかなと思います。